タジオ隠れ家老著書三国志より著書です。まずはラフ画を描きます。ラフ画に合わせて人物を描いていきます。人物がだんだんと出来上がってきました。感服や背景を描いていきます。3個の例を書き込んでいきます。著書が劉備に助言したという記述に基づき書き入れたかった場面です。感服と背景の書き込みをしていきます。顔を修正していきます。完成しました。ご視聴ありがとうございました。